マイクラには、自分の最大体力を増加させる効果として、衝撃吸収と体力増強があります。この二つの効果をレベル255にして自分につけると、体力はこうなります。いや多すぎだろ。100と1000個以上のハートがあります。エンドラも泣いて逃げ出すわ。今回はこの無限とも言える体力の状態で、この4本の剣で殴ってもらい、どれだけダメージを受けるのか検証していきます。とんでもない度 M 企画だ。まずはダメージ増加銃のネザライト剣です。クリティカルが出るようにジャンプ切りをしてもらいます。全然減ってねえ。まあレベル10ならこんなもんでしょう。次はレベル50です。レベル50でこんなもんか。次からが本番だよ。レベル100ならどうでしょう？多分かなりのダメージ食らってるんだろうけど、元の体力が多すぎてよくわからんぞ。最後はレベル255ですよ。あんまり食らってないように見えますけど、ハート70個減ってますからね。じゃあダメージ増加に加えて、攻撃上昇のレベル255もつけたらどうなるでしょう？なんか信じられないほど食らったんだけど、攻撃力上昇強すぎだろ。今回の動画はゆっくり実況者のラルキルさんに協力していただきました。